今の自民党、公明党の政権のままで良いという方は1番。立憲民主党が中心の政権に変えた方が良いは2番。日本維新の会が中心の政権に変えた方が良いは3番。その他わからないという方は4番を押してください。あなたは衆議院小選挙区でどの政党の候補者に投票しようと思いますか？自民党や公明党の候補者という方は1番。立憲民主党の候補者は2番。日本維新の会の候補者は3番。国民民主党の候補者は4番。